この高さ。して水平を取って、なるほど。まあ初めてのことやってるからね、うん、こんなもんでしょ。で自分でああだこうだ言いながらやるのが楽しいんでしょ。そうね、あれ失敗したって言いながらさ、それが DIY の良さじゃないの、うん、いや分かってるね、分かってるね、でしょ。あ、 あと一番下に入れるんだ。一番下も入れるんだ、はい、一番下は何でもいいや。考えてもわからない。あだ、やっぱ端っこすぎると割れるね。この柱が曲がってる。だから反町くんなのこれ。そうそうそう、これが平らじゃないね。なるほど、こうグッとこうなってる。あ、本当は 見た感じそうだね。なってるよね、こうなってるよね。だから曲がるんだ。よっしょ、うん、よしと。でこの感じでそっちまで行こう。とりあえずベース完成。いやいいね。こんなもんでいいでしょ。いや見事。まあまあ、してこれにこいつを貼っていくと、うん、まあまあまあイメージとしてこうだね、うん、これのベースを、うん、なんかね畳の高さがちょっと違うんだよね。こことそっちが違う。真ん中は低いしさ。はあはあはあ、畳がちょっと低いもんね、真ん中ね。こだわらないでやればいいか。まあどうせ上にもう1枚貼るからそっちで高さ調整すればいいんだけど、まあ細かいことは考えない。危ねえ危ねえ危ねえ。細かいことは考えないでいきますか。大体です。素晴らしい、いい加減です。おお、ものはいいようです。じゃあ次こんな感じで貼っていきます。はい、でここ角合わないからここちょっと切ろうかな。ああ、またちょっと合わない。合ってない。下はこれでいいとして、うん、イメージ的にここか、この辺こうかな、このくらいこう切ればいいかな、イメージ、うん、いいんじゃない。なんかゴミ、すげえ、定規も使わないもんね。大体フリハンドいい加減だよね。でこれもこれはノコギリだよ、さすがにノコギリだね。運命の力がね、電池ないんだよね。電池がないんだよね。うわー、ずりー、またこんなの持ってます。場所が悪い、どうすればいいんだ。いいやつじゃないですか。こうすればいいんだ。見えない。ノコギリまた使わないんだ。これ便利。あ、いいね、すげえ。おーい、いいね、いいじゃん。よいしょ、じゃじゃん。ほら、いいんじゃないの。おお、いいでしょ。来た来た、ほら、おいいね、いいじゃん。まあいい、もうちょい奥行くか。今いっか。あとどうしようかな。ここめっちゃ隙間空くよね。寒いっちゃ寒いのかな、これ。ガラ空きじゃないですか先生、うん、でも外じゃないからね、これ壁っちゃ壁だからね、いいんじゃない。うん、まあここ外だし、ここは外だね。ここは換気用いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね、普通上からやってくのかな。まあ何でもいいや、うん。なるようになる。そんなでいいの？あ、めちゃいで。とりあえず仮、あのネジが入っていかないから。ああ、ネジをちょっとこう立てておこうかなと思って。
こんな感じ、こうやっとけばあとやりやすいでしょ。で、こうしてこうしてこれのこれを見て下は畳に当たってるけどいいのか、これでいいことにする、わからん、滑ってる、おーいいね、いったいった、ちょっとコンパで止めるのには弱いのかな、このネジじゃ、このままか、いいんじゃない、いいと思います、あらららいいでしょう、うん、あそっかそっか、板とつなぐわけね、そう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 、なるほど、そういうこと、そういうことで、うん、奥のネジとかにビンゴに当たったら困るんだよね、うんうんうん、おお強っ、多分強いと思うよ、強い、おすげえ強っ、まるで壁でしょ、うん、うん、すげえね、すごい、あらららら、このネジ逃げるんだよ、なんかさあ、頭が入りにくいっていうかさ、スタートが難しいんだよね、スタート入っちゃえばいいんだけどさ、なるほど、それネジによって特性とかあんのかな、あんじゃない、これは細い分なのかなんか知んないけど、うん、落ち着きが悪いんだよね、これはもしかすると太いネジ使った方がいいかもしれない、でもまあ数打ってっから十分強いだろう、浮いてないよね、板がなんか浮いてる感だな、ここは上硬いんだけど下がちょっとカフカフして、よしよしよしまあいいでしょ、結構強いよ、全然壁だよ、もう強いでしょ、強い強いね、すごいすごい、うんうん、すげえすげえ、壁だ、パッとしない、穴とかないのね石膏ボードじゃないから強いと思うけどね、普通家とか普通のほら壁紙貼ってる下って石膏ボードだから、その方安いのよ、1枚400円くらいだから、そうなんだ、その上に壁紙を貼る、なるほど、こっちの高いんだ、高い高いの、ただ壁紙貼るのが手間だったから、で壁紙も地味に高いし、だったらこれだったらこの木の模様を生かしてこのままいけるなと思ったから、逆に壁紙なしでちょっと高いけど、その辺はちょっと考えるよね、そう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 、自分でこう DIY するんだったらやっぱ安くしないと意味がないからね、あコスパは大事、なんかこうほらなんかかっこよくなったじゃん、こう壁っぽくなってね、おお壁、あ、いいね、かっこいい風じゃない、これ全部貼ったらかっこいい風だよ、多分、うん、いいね、ちょ出来上がったら食うから、あはい、じゃあやってみよう、やってみよう、イエーイどういうノリ急に振られてもわからないんだけど、このカメラマン難しいな、いやいやいや、とりあえずまだ途中だけどこんなもんで、多分次回来た時はもうみんな貼られてんじゃないかなと、いや勝手にやってる、やってるっすよ、来る？来ないでしょ、だって来ない、来たいけど忙しいだけ、忙しいね、分かんないから、いて、行った行って、刺さるよ、危ね、結構このねやつね、ザラザラっていうかね、危ないね、危ないんだっけ、でもあんまり壁手で触ることないでしょ、でも俺は気にしない、でこれをこんな感じでもっと貼って、あとここに壁を作って、まあとりあえず今日はこんな感じの壁張りでした、今後もこうやって続きとかいろいろやっていくんで、チャンネル登録高評価お願いします。